い、どうも関西クラクラクラブのコミーです。さて、本日はですね、クラン対戦の12のねタウンホールから動画を見ていきたいんですが、まあ、内容的にはですね、別に12にこれ本当こだわる、ものではありません。たまたまね、12で、話に適する動画があったっていうだけであって、10だったり、11の方っていうのも非常にねこれ参考になる話だと思うんで、ぜひぜひ、見ていただきたいというふうに思うんですけども、こちらですね、回廊配置、これの潰し方に関して、本日はね、お話をしていきたいというふうに思います。で、回廊配置って、まあ、どういうものかっていうと、こういうふうにね、今この斜線で塗ってる部分、ここ完全に、ユニットがぐるっと回れるような壁の敷居がないエリアですよね。例えば今ここからバーバリアンキング出てきましたけども、中に入れたらぐるっとこう回るか、まあ、ないしは反対にこう回るか、どっちか になるっていうのはまあわかると思うんですけども、こういうね格好をした配置を、まあ、回廊配置という言い方をします。一般的に多分そうだと思うんですけどね。で、これっていうのは何が特徴かっていうと、ユニットがぐるっと回ってしまうことによって、ここのエリアですね、ここのエリアの施設を壊せなくなっちゃうんですね。そうすると、まあ、見てもらって分かる通り、真ん中のここっていうのは非常にね強い防衛施設がいっぱい集まってますよね。アーチャークイーンもいれば、ギガテスラ、クロスボウ、あとインフェルノタワー、イーグル砲、まあ、こういったね非常に火力の高い防衛施設がいっぱい詰まってますんで、この中心部を壊せないことには、まあ、当然全開には遠くなってしまいますし、あと、ね、星1個で終わっちゃうっていうリスクがありますね。例えば破壊率がまあ 80% ぐらい壊せたとしても、本当この周りのね、こういうところばっか壊してしまって真ん中が残っちゃうっていうケース、こういうケースを狙っている、まあ、配置になっていきます。で、これをねどう効率的に壊すかっていう話なんですけども、結構ねこれコツがあるんですね。もう分かっている方は結構やってらっしゃるかもしれないんですが、舞台をね2つに分けて突入させる、これがね結構こういう回路配置を確実に落とす、有利な戦術かなというのが、まあ、私はちょっとね遅れてるかもしれませんが、最近よく分かってきました。で、まあ、本日はね、そういうところを中心にお話をしていきたいというふうに思っておりますので、まずね今こう流してみてもらいましたが、もう一回詳しくねこのアタックの細かい点を解説しながらご覧いただきたいというのと、あともう一個別のね回廊配置を落とした前回動画ありますんで、そちらの方もご覧いただければというふうに思います。綺麗にユニットが2つに分かれてますね。中心部にはネクロマンサーたちが入って、で外周はアーチャークイーンがきっちりこうね削りを入れていってくれています。まあ、こうすることによってしっかりね中と外、この中っていうのはこの部分ですね、この部分をまあ離れ小島みたいな風に捉えると、中と外からこうねニットを回していって前回まで持っていくと、まあ、こういう戦術が見て取れるかなという風に思います。ではね、ちょっとよくこのアタックもう一回見直してみたいという風に思います。で、プランニングはもう先ほど1回目のリプレイで説明した通りなんで、細かい点を見ていきたいと思います。まずですね、ここバーバリアンキング出していきますね。3次方面から出していって、多分この壁を殴るっていうのはこの次の動作、多分これは予想外だったかもしれないんですけども、壁を殴らせておいたところでゴマによる壁破壊でキングを中に入れていきます。そうしながらライトニングドラゴンを放っていってますね。こうすることによって、このアタックのまず序盤においてこの辺のエリアっていうのを完全に削ってしまうんですね。ここです。ここを削っちゃうんです。ガーッというふうにね。そうすると、どうなるかっていう話なんですよね。まあ、すでにこちらは、失礼しました。アーチャークイーンが6時側からこうね、壁を開けて攻め上がってきてますね。まあ、この辺を見ても、意図的にさっき絵に描いたね、部分っていうのを、バーバリアンキングと、あとライドラで削っていることがよくわかりますね。こういう格好になってくると、まずアーチャークイーンとかヒーロー、ライトラパートによって、入り口の広い面、ここを削っていきますね、ここを。削っていったら、次に出すこのネクロ部隊っていうのは、当然ながら一番近い施設、
ここに集まっていきますね。ここに、これが狙い目なんですね。あのまっすぐこう壁の中に入れるために、手前にある邪魔な施設を幅広くこうカットしてしまう。こういう風にねカットしてしまう。そうすることによって壁の中に第2部隊がまっすぐ向かうような格好を作る。このね、二段構えの戦術っていうのがこの回廊陣を落とす上では非常にあの重要になってきます。まあ、そもそもですね、この回廊陣ってさっきも言いましたが星1で終わらせるように、仕組まれている配置なんで、本当もう村の中心のど真ん中、この辺りにあのインフェルノじゃないわ、ギガテスラとかタウンホールがあるケースって結構多いんですね。でそうすると一気にユニットを全部出しちゃった場合、ぐるーっとユニットがこう回ってしまっている間に真ん中だけ残っちゃって、ここが残っちゃうケースあるんですよ結構。そうなると、まあ、星1で終わっちゃうんですよね。投しないために、外を回す部隊と中に入れる部隊、中でこう中心のところですね、外を回す部隊と中心部に送り込む部隊、これをきれいに分けるっていうのが、まあ、何度も言いますけども、この回廊攻略の非常に基本的な考え方になってきます。かなりネクロも残ってますね。あのアーチャークイーンも残っているし、グランドウォーデもヒーラーもたっぷり残っての全開なんで、あのこういう風な、ね、結果を見てもこういう舞台を2個に分けることの、強みっていうのが結果からもね見て取れるというふうに思います。さて、でもう一個ですね、あの見てもらいたいのはこちらですね。私も同じような回廊に今回当たったんで、まあやってみたんですけども、私の場合はあのさっきねネクロマンサーを中にドドッとこう入れましたが、ではなくってウォールバスターをあの使っています。まずはアーチャークイーンで3次方向を出していきながら、これは、削りを行いつつ、今回の私の主力っていうのが、まあ、ペッカネクロボーラーですね。これを決まった方向に流したいんですね。どういうことかっていうと、これから入れるのはここからね、ペッカネクロボーラーを間違えました、ごめんなさい、ここから入れていくんですけども、入れた後にこういう風に二手に分かれちゃったらまずいんですよ。そうではなくって、入れたボーラーたちがまっすぐこう流れるように事前にここの部分をアーチャークイーンでカットしていると、そういうことですね、このアーチャークイーンの意味は。なんで壁にも穴を開けて、今対空砲を狙ってますけども、確実に、ここの、ウィズ島を起点にして反時計回りに回るような、まあ、そういうね、プランを描いてます。今そこを回す用の、アイスゴーリムを盾にして、ペッカ、ネクロ、ボーラー、こいつらを出していきました。でアーチャークイーンと合流させて、これも確実に、反時計回りに回るような絵が描けてますね。で見てもらいたいのは、ここが綺麗にこう削れてるんですね。削れてるのを確認してからウォールバスターを出していきます。私が部隊を2個に分けるって言った、この私の攻撃における第2部隊はこのウォールバスターになるんですね。で事前に出しておいたネクロやペッカボーラーは、ヒーラーとあとグランドウォーデン、あとレイジをふんだんに使ってしっかり回復しながら歩いていってます。でさらに中心においてはバルキリー援軍で持ってきてますんで、こいつらにヒールをかけつつ、まあ、適宜フリーズを使ってギガテスラとインフェルノタワーをバッチリと折っていきますね。こうすることによって、中心の、火力の強い、まあ、インフェルノタワーたちを全部排除できましたんで、あとは外に回っているアーチャークイーンやボーラーが、壁際にあるね残った中心施設っていうのを破壊していきながら、全開という格好になっていきます。どうでしょうかね、あの皆さん結構回廊で苦労されている方いると思うんですけども、おそらくですね、回廊陣に対してウォールバスターを先導させながら、その後ろにねボーラーとかペッカをどんどんつけていくっていう多分攻め方をしてると思うんですよね。または、まあ私の今のこのアタックで言うとちょっと止めますね。例えばですよ、こことここ、これを、ライドラでこう処理していきながら、主力をこっからガーッとこう流すようなね、サイドカットからの主力投入っていうような、まあ、こんなようなアタックをしてる方も結構いらっしゃると思うんですけども、それやっちゃうとここのカットが甘かった場合に主力がこう取れていってしまうんですね。
で結果的に真ん中が残ってしまって、星1ないしはあと星マゼロだったり、あとはまあ星せいぜい頑張っても2という結果にね終わることがあると思うんですけども、今みたいに舞台を分けることによって確実にこの中心部のねギガテスラだったりタウンホールを潰すことができますので、星2を取れる角度がぐぐっと上がる。さらに波状攻撃をすることによって、この中と外からの、サンドイッチ攻撃の形を作れますんで、全貫につながる確率もだいぶ上がるんですね。当然ですけども、この中の方を潰せなかったら、こいつらの攻撃っていうのが外にこう向いていきますよね。そうするとここを守っている部隊が全部やられてしまいますので、中心部を破壊するっていうのは、まあ、やっぱり回廊を攻略する上でも非常に重要なポイントになってきますので、今言ったようにね、なるべくこう表層の部分を削ってしまってからガッとね第二部隊を中心に入れていく、こういう考え方で攻めていくと、結構回廊星には確実に取りながら、最後全開まで持っていける、率っていうのが上がるんじゃないかなと、まあ、そんな風に思いますので、まあ、ぜひぜひね、これから回廊に出会った方は、まあ、こういうアタックっていうのを参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、では最後ね、ちょっと語りが長くなっちゃいましたけども、まあ、これで本日の動画を終わらせていただきます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、カンクラにも皆さん遊びに来ていただけたら幸いです。では失礼します。バイバイ。